はい、どうも皆さん、こんにちは、たけじです。ということで、今回は何をやるかと言いますので、皆さん、ちょっと待って、なんか、リアンさんがアップデートでなんか VWAX なんか増えてる人は増えてるって言ってるんですけど、なんかみんな7000とかそんぐらい増えてる人いるんですけど、何この数字12万 VWAX 増えてんだけど、ね、12万 VWAX になってんだけど、何どういう状況これ、編集とかじゃないです。しっかり12万 VWAX です。え、ちょっと待って、なんかね、ライフくんと今ツイッターで DM してるんですけど、なんか、なんかライフくんもね、なんか7000VBUCKS だったら、7000VBUCKS 増えたらしくて、なんかみんなちょくちょく増えてるらしいんですけど、僕12万 VBUCKS 増えたんですけど、どういうこと？ちょっとライフくんもエモート買ったんで、一回買ってみてもいいですか？一回これ買ってみてもいいですか？ちょ怖いんで、ちょ200ぐらいにしときます。後でなんか請求来るとか、なんか、そんなことされたら嫌なんでね。ちょっとなんか安い妹でも買っとく。安い妹。何買おうかな。ちょっとじゃあこれでも買っとく。これ。これ買ってみるわ。買いました。お、減る。え？ガチこれ。ちょっと待って、一回使ってみていい？だけど、あ、ちなりようじゃない。え？これやばくない？さすがに。これなんか、ちょ、待って、一回リアンさんの動画見ていい？俺まだしっかり見てなく、サムネしか見てないからさ。ちょ、見てみるね、一回。はい、こちらね、何をやる、なんでこうなってるかというと、12万 VBUCKS ってのは、機種、XBOX とか、プレステとか、まあ、その辺の機種で、前に残ってた、この接続してあるアカウントの前に残ってた VBUCKS の分が、ここに継ぎ足されてるんですよ。はい、そういうことです。なんで、もともと僕は結構課金してるんで、もちろん。なんで、この分の VBUCKS がここに集められるっていうね、すごい事態が起きました。はい。だけどね、いきなりね、見てね、なんで12万 VBUCKS あるみたいな感じになっちゃったんですけど、やばくない？ちょっと皆さん、何 VBUCKS もらえましたか？ちょっと教えてください。多分ね、スイッチ勢とかだとちょっともらえないってことかな、じゃあ。多分そういうこと、なんか、よくわかんないですよね。なんか今、新しいアップデートでちょっといろいろ変わっちゃってるんで、これ釣りとかじゃなく、本当に編集とかじゃない、ほら。127,000。一番もらってる説浮上中。まあ、とにかく12万 VBUCKS 僕もらえてるんで、よかったらギフトあげますよ。まあ、所詮使わない VBUCKS なんでね、ギフト企画に回そうかなと思います。こういう機能いいよね。なんか、なんか他の機種の、あれで連動して VBUCKS 増えるとか。最高だよね。まあ、でももう全然 VBUCKS 使わないんで、賞味ギフト企画に回すだけです。はい。今ね、なんかいきなり来てちょっとびっくりしちゃって、急遽動画を回してるんですけど、びっくりしました。はい。めちゃめちゃびっくりしたんですけど、急遽動画を撮ってるということで、編集めちゃめちゃ雑ですけど、ちょっと許してください。動画ね、ちょっと短くなっちゃったかもしれないですけど、申し訳ないです。じゃあこんな感じで動画を終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。やーべ、マジこれ嬉しいわ。